時は2011年、中国のファッションブランド業界にてある一つの革命が今起きていた。あの世界のグッチが中国に来るの？嘘、本当に言ってる？それ本当本当、この記事見てよ。グッチがすぐに中国での市場を拡大するってさ、こんなに嬉しいことある？ついにあのグッチも中国の存在価値の大きさを認めたってわけね。そもそも今まで中国市場に参入してなかったのがおかしい話なのよ。売り上げを伸ばせたらそれでいいんだから、もっと早く来てもよかったでしょうに。ま、こうやって来てくれるんだったら許してあげるけどね。お金貯まったらすぐに買いに行こう。狙いのバッグを他の客になんて絶対に渡さないんだから。イタリアが世界に誇る最高峰ラグジュアリーブランドのグッチ。どれだけブランド物に興味がない人でも知っているであろうこの名前。ただそんなグッチがかなりの日本好きだということを知っているだろうか。そのつながりがよく知られることとなったのが1947年のこと。第二次世界大戦の影響によってイタリアが禁輸措置を取られていた時に、彼らは日本のあるものに目をつけていた。親方、バッグに使う金属と比較が足りません。このままでは商品を作るどころか試作品を作ることも。大丈夫、すでに安定供給できる代替品は整えてある。あれさえ届けば商品の試作どころかグッチを買える商品だって作れるだろう。父さん、日本からバンブー届いたよ。来たか、これで俺たちグッチは生まれ変わるぞ。竹で？これはな、硬いのはもちろんなんだが、熱に耐性を持っていて加工がしやすいんだ。こうやって U 字型にすることだって簡単だ。おお。んでもってこの曲げた竹をバッグのハンドルとかに使えば。おお。すごい、めちゃめちゃ上品じゃん。これ街中で見かけたら絶対に欲しくなるよ。だろう。あくまでアクセント程度だからクラシカルで季節を選ばないし、バッグだけじゃなくて他のやつだって利用できる。ヒットしたらこれをバンブーシリーズとして大々的に売り出していくぞ。へえ、これいいね。グッチこんなの出したんだ。革新的だよね。ちょっと買ってみようかな。買おう買おう、これ絶対みんなに自慢できるよ。時勢で生える竹は一本一本形が違うこともあり、バンブーシリーズの商品は絶対に唯一無二のものになる。そういうところもまたブームの要因の一つとなり、グッチの人気はさらに加速。よしよし、俺たちの睨んだ通り。竹の他に木造製品を扱う日本の優れたセンスも取り入れられたし、いろいろと感謝しないとな。そうして日本独自の文化的なスタイリッシュに気づき、多くの支持を得たグッチは1964年に日本に進出。そこから時が経ち、50周年記念のカプセルコレクションの時には。まあ、なんて素敵なバッグなの。これ、グレース大公妃のために作られたデザインだそうよ。それをいち早く身につけられるんだから、グッチが日本限定で出してくれて助かるわ。日本とコラボするような形で秀逸なデザインを何度も作り出し、世界をあっと言わせていくグッチ。すると2015年、アレッサンドロ・ミケーレというただのデザイナーがチーフになったことでさらなる革命が起きた。社長、なんであんな無名のデザイナーをいきなりチーフにしたんですか。ミケーレよりも実績のあるデザイナーは他にもいるでしょ。確かにミケーレには分かりやすい実績はない。だがそれを加味してもミケーレのデザインセンスはこの会社の誰よりも突き抜けている。それを考えれば実績なんて後からいくらでもついてくる。だから批判は最低限に抑えておけ。あ、わかりました。すると社内からの批判の声を塗りつぶすかのごとく、ミケーレの才覚はすぐさま発揮。繰り出すデザインは奇抜ながら上品で、未来志向の価値があまりにも高かった。ミケーレさんがチーフになってから売り上げがずっと右肩上がりですね。ああ、マジですごいわあの人。どうやったらあんなデザインを思いつくんだ。
あの人一人だけでグッチのブランド価値が跳ね上がったぞ。もはや絶対的な信頼を得たと言っても過言ではないミケーレのデザイン。そしてそんなミケーレが何よりも重視し力を入れていたのが日本の文化だった。ねえチーフ、どうやったらチーフみたいなデザインを思いつけるんです？そういう時は日本からインスピレーションをもらったらいいよ。僕は毎回そうしているからね。そもそもグッチが日本の文化に助けられてきたのはこれまでの歴史が示してるでしょ。日本市場を確保するためにいろんな努力もしてさ。だから僕も日本については誰よりも注目しているんだ。ブランドの価値の面を考えてもそう。ブランドの価値はそのブランドを欲しがる人々によって決まるからね。そして僕がそれに一番ふさわしいと思っている人々が日本人。世界で最も優れた市民である日本人こそがグッチを最高のブランドに引き上げる人々なんだよ。それからというもの、ミケーレがクリエイティブディレクターになってからのグッチの日本限定が世界で大人気。なんだこの腕時計、めちゃくちゃかっけえじゃん。こちらは体重計をインプレッションとし、ミケーレディレクターが1970年代風をイメージしてデザインしたものとなっております。なるほど、そそるなこのオリジナリティ感。やっぱグッチの限定品を買うなら日本だな。こんなかっこいいの他じゃ絶対に手に入んないよ。ミケーレによる既存概念にとらわれないそのデザイン、日本コラボの新作が出るたびに客はそれを求めて大興奮し、世界中からそれを求めて日本にやってきている。ただそれを中国人たちは気に食わないと思っていた。日本の家屋を使ってグッチのイベントを開催、見事な文化の融合に世界中から称賛を浴びるですって。何よこのあからさまな日本美意気は。グッチは中国に期待してたんじゃないの？どう考えてもふざけてるわよこれ。日本にはあんなたくさんの新作を卸してるのに、こっちには既存品しか流さないじゃない。そう、中国市場に大々的に参入を決めたグッチだったが、そこで販売されていたのはすでに売れたものだけ。日本のように中国限定なんていう希少性はまるでなかった。こんなあからさまな差別絶対に許せないわ。抗議よ抗議、直接グッチにクレームを入れてやりましょう。はあ、また中国からのクレーム、最近多いな。ここまで批判が高まったなら仕方ない、中国エディションの製品を作るとしよう。そうして度重なるクレームに対処するような形でグッチは中国でのオリジナルを販売。しかしそこに並べられた商品といえば、こんなのが中国限定？これのどこにきらびやかさがあるのよ。グッチらしいラグジュアリーさもまるでないわ。こんなの持っていても恥ずかしいだけじゃない。日本にはあれだけ文化を取り入れておきながら中国にはこの扱い、こんな手抜き許されるわけないでしょ。中国はこの程度でいいって世界にバカにされるわきっと。この他にも高まり続ける批判の末に打ち出された中国限定もまたグッチらしからぬもの。日本の文化とコラボして作るような緻密な商品とはかけ離れたものばかりだった。そういえばこれ全部ミケーレの指示で行ったそうよ。あの日本美意気の男、そいつに直接言ってやらないとわからないのね。日本に劣る中国限定を作り続けることに文句を言い続ける中国人。ただそこでグッチや世界三大デザインファッションスクールの教授はそうするだけの理由を突きつけていた。今過去20年間で高級ブランドの消費者たちの消費パターンは変化し続けています。誰が何を買い何を食べているのか、オンラインを通じて知る時代になったのは皆さんがよくわかっているでしょう。つまりこれは良いブランドを認識する基準も変わったということなんです。簡単に言えばブランド製品を使う主要な消費者のイメージが重要になるというものですね。だからグッチは日本を好み日本人を重視しているんです。
彼らは世界中から品位があって余裕があり、市民意識が高いと知られていますからね。そんな日本人をネットで見ることで、彼らのようになりたいと望むようになり、そこからブランド製品を持ちたくなるという心情に動くんです。ちょ、待って！それって？はい。簡潔に言えば、何十年もかけて築き上げたブランドイメージを中国で損なうわけにはいかなかったんですよ、グッチは。つまるところ、中国限定にグッチらしさがないのは、日本や他の国と比べて中国の文化力が低いとグッチが認識しているから。それだけ中国のイメージが悪いと世界から見なされているというわけだ。私たちってそんなに文化レベル低いの？いや、そんなわけない。私たちのことをちゃんと理解できないグッチの方が悪いのよ。中国こそアジアのファッションリーダーに決まってるじゃない。ただ、事実として中国人のイメージはどんどん下がる一方で、この偽物とこれを入れ替えて、ボールムーケボールムーケ、グッチさんには助かってますよ。2021年、グッチの店舗内で店員が商品を偽物とすり替える事件が発生。当然、犯人は逮捕。監視カメラがあった中で平然と事件を起こしたこの一件に、ネットは呆れ声で溢れ返り、世界から嘲笑の的となるのだった。また自分たちでイメージを下げるようなことを。グッチらしい中国限定が発売される日は来ないかもしれないな。